クセルを踏み込んでいく豪快なドライビングにあって、壺にはまると速いが、プレッシャーに弱く切れやすい。見ていけるぜ、高橋涼介。やっぱりこの GTR は無敵だぜ。いくらドライバーが上手くても所詮片遅れの FC じゃこの辺が限界ってわけだ。それも仕方ねえだろうな。お前が相手じゃ無理もないぜ。俺らナイトキッズはあれから連戦連敗だ。妙技最速だなんてプライドはズタボロにされちまったぜ。あの頃の俺はもしかしたら R の性能に乗せられていただけなのかもしれねえな。だがな、俺も経験を積んだ。走り込みの量じゃ誰にも負けやしねえ。テクニックっては使ったガソリンの量で決まるって誰かが言ってたが、あれは本当だな。俺のタイムがそれを証明しているぜ。あの時の俺とはもう違う。悪いがナイトキッズの復活劇はこのバトルから始めさせてもらうぜ。Oh,